ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、映画、シビル、某アメリカ最後の日の、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって、今北産業、内戦が発生している仮想アメリカで、アメリカの内戦を記録する、フォトジャーナリストたちが主人公のロードムービー。映画は主人公たちジャーナリストの視点から、アメリカで起こった内戦を、視聴者さんたちと一緒に追体験する、という内容なので、ゾンビ映画における一般人のように基本無力。これは、例えば、インディペンデンスデーとかの映画だった場合は、主人公に問題解決能力があるのぜ。なので主人公は問題解決を目的に、行動するって感じの映画なんだけど、シビル・ウォーはあくまでも、ジャーナリストという一般人の視点から撮った、ドキュメンタリー風ロードムービーなので、主人公たちの行動によって、民衆が結束するとか、何か重大な選択に影響を与えるということはないのぜ。この手の作品はずっと傍観者の視点で、イベントを体験するって感じの作りになっています。で、ロードムービーというのは、A というスポーン地点から、目的地の Z という場所までを向かう道中を、変えた旅番組のことをロードムービーと言います。この映画がガチでベネな部分は、主人公たちは無力って部分なんだよね。誰におすすめなのぜ。大変よくできた、ジャーナリスト入門映画。ジャーナリストになりたいとか思ったヘッズは、これを必ず見た方が良いって感じの映画だし、極右や極左、陰謀論者はこれを見た方がいいと思う。それとネタバレにならない程度に説明すると、この映画はニューヨークからスタートして、ワシントン DC なる内戦の最前線まで行くというロードムービーなんだけど、後半のドンパチシーンはアクション映画見るよりも面白いし、金かかってんなーって感じなので、意外と後半の部分はアクション映画好きもたしなめる作りになっている。というか、この映画の後半のドンパチシーンは、コールオブデューティーとかよりもよくできてて、2024年のアクション映画でナンバーワンくらい、よくできているドンパチシーンでべね、あんこ空っぽにしてみる映画じゃないし、見終わった後に考えさせられるタイプの映画なので、人を選ぶしエンタメではない。ただ、この映画は人間社会が抱える対立の構図だったり、なぜ人間は対立するのか?がくっそ綺麗にまとまってるので、2024年におけるアメリカ社会の分断はどうして起きたのか、とか知りたいならこれを見るとなんとなく、対立の構図を理解できるんじゃないかなって感じの大変よくできた映画、多分自称ジャーナリストとかが、好きそうな感じの味付けなので、ジャーナリストとか言論好きな人間におすすめ。で、ここからこの映画の、あらすじをする前の補足説明をします。この映画は悪役令状ものでいうところの、いきなり婚約破棄からシナリオが始まるタイプの映画なので、事前知識が必要なので解説します。この映画は、多分民主的に多数によって、選挙で選ばれた極右と極左を煮詰めた主張の強い大統領が、FBI を解体したりといった、やりたい放題なことを始めます。お上手ポイントは極左と極右、両方のイデオロギーを持っている、クレイリザード様みたいな味付けなのぜ。例えば極右的に思想を持つ大統領だと、この映画を見た極左がほら、やっぱり極右はクソ、QD、ってなるけど、そうならない、どっちもクソだよ、みたいな風に味付けしている部分ね。で、これによって、19の州が合衆国から離脱し、主にテキサス州とカリフォルニア州などのでの、ヘイトが溜まってしまい、西部勢力、として独立。この西部勢力である反政府と、政府側との対立が発生して内乱状態になる、という裏設定から、この反政府側の地域で、反政府側のジャーナリストとして取材をしている、主人公チームの視点で、物語がスタートするって感じです。ここから対立してて、ドンパチやっている最前線のワシントン DC に行って、政府の大統領に取材しようぜ。ってノリで、新規で足手まといのメスガキを仲間にしつつ、大統領を取材するために、ワシントン DC に向かうってシナリオです。なるほどなのぜ。で、わかりにくい。というかあえてそういう風に作ってるからわかりにくいんだけど、主人公チームってのはジャーナリストなので、イデオロギー的には中立なわけ。ふむふむ。だけど、一応所属?というかどっち側なの?っていうと一応反政府側なわけ。反政府側をサポートしているわけではないんだけど、反政府側の地域にいて、反政府側の軍人たちとコミュニケーションが取れる、敵対的ではなく友好的な関係ってことなのぜ。そういうこと。
それとこの映画のシナリオの出発点は、少なくとも内戦が勃発してから14ヶ月後の世界であり、シナリオの開始地点が、すでに内戦のクライマックスから始まるわけ。なのでこの映画では、どうして分断したのか、に至る過程だったり、右と左でどういう思想で分裂したのか、っていう情報は出てこないわけ。あえて、情報を出さないでぼかしてるんだけどね。だから、見る側は、わかりにくいというか、あえてなんだけど親切設計ではないです。分断した過程とか設定を書いちゃうと、2024年におけるアメリカの極右化極左に、燃料を投下しちゃうことになるからなのぜ。そうそう、この映画はイデオロギーってクソだよな。だってたくさん人間がガメをベラするもん。っていう側面があるから、こういうわかりにくい作りにしててベネなわけ。この辺はさすが28日後の監督なだけありますな。って感じです。28日後はくっそ面白いゾンビ映画なのぜ。で、この映画って、A から Z、この映画だとニューヨークからワシントン DC まで向かうって、過程でこのチームに何が起こったのか、をドキュメンタリー風にまとめた映画だから、シナリオとして、伝説の山に向かって、勇者の剣を手に入れて、魔王城に向かう、とかそういうのはないわけ。あくまでも、C 地点でドンパチがあって取材しました。F 地点でおまんじゅうを食べました。って淡々とイベントが流れる映画なわけ。ふむふむ。だから映画としては起伏が少ない映画なので、作るのがくっそ難しい映画というか、あらすじとしてはジャーナリストチームの一員として、東洋の取材とツアー RTA を追体験できる映画です。以上、というのがあらすじとなります。あらすじだけだと全然面白さが伝わらないのぜ。映画のタイトルがシビル号なので、アメリカ合衆国がいかにして分断するに至ったかって内容の映画なのかな。って期待しているヘッズや、煽り広告に騙された、ヘッズにとってはこの映画はそういう映画じゃないので、思ってたのと違う、ってなると思われます。映画が始まった時にはもう分断も最終局面に達していて、分断に至った過程とかは全部すっ飛ばして、フレーバー要素とかしているからなのぜ。そうそう、これは分断をテーマにした作品ではなくて、分断した社会に生きるジャーナリストが分断した国で何をしたいのか、っていう映画なわけ。だから、この映画はジャーナリスト入門って感じの映画なのぜ。そういうこと。この映画は、内戦ってのが、シナリオの核ではなくて、ジャーナリズムがシナリオの核なわけ。なるほどなのぜ。ちなみにジパングでは、シビル号を南北戦争って、意訳してるんだけど、間違いね。ユナイテッドネーションズを国連って間違えていったり、学生ローンを奨学金って間違えたり、間違えだらけなのぜ。ユナイテッドネーションズ連合国が正しいわけです。ユナイテッドネーションズ国連って言うなら、第二次世界大戦で、日本、ドイツ、イタリアは国連に所属して、国連として国連と戦ってましたっていう意味不明な文章になるのぜ。お前は一体何を言って、で、ここからこの映画の、くっそよくできているなって部分を解説します。この映画はジャーナリストの目線から、シナリオを見せるんだけど、主人公チームを客観的に、割と批判的に撮影するわけ。ここがこの映画くっそよくできてるなって思う部分で、この手のジャーナリズム映画って、イデオロギーの方向性が、決まった人間が好むように作ったり、そもそもそういうお元気な人間たちが作るから、どうしても一方的なお元気な主義主張が出てくる、あんこがデロデロ出ちゃうような映画になりやすいんだけど、この映画は、基本どっちの方にも、持たない作りをしているわけ。さっき前半で、シビル号の原因の部分を、あえてわかりにくく説明したって言ったけど、これはどっちの方にも持たない作りをするために、内戦に至った理由とかはあえて書かないようにしてるわけ。ふむふむ。例えば、何でもいいんだけど、チーム KKK が大統領になって白人以外は全員ぶっ殺そうぜ。って内容で内戦が勃発しましたって映画なら、大抵の視聴者さんは、チームアンチ KKK の側から物語を俯瞰することになる。思想が偏りすぎているし、明確に悪だからなのぜ。そうそう、そうやってシナリオ作っちゃうとどうしても偏った、普遍的な価値観から物事を見ちゃうから、ジャーナリスト入門にはならないわけ。別にジャーナリスト入門のための映画じゃないけど、この映画は完全懲悪の、エンタメを作りたいって映画じゃないのぜ。そうそう、なので、あえてその部分、仮想歴史的背景はぼかすわけ。ここがわかりにくいところでもあるんだけど、うまいなーって思う部分ね。で、次のお上手ポイントは、主人公たちにあまりイデオロギーを表現させないような作りにしているわけ。大体は、映像として、こういうイベントが発生しました。そこに主人公チームが遭遇しました。って感じでシナリオが進むし、モラトリアムシーンでも、ジャーナリストの心構えとか、ほら見てみろよ、ドンパチしてるぜ、とか、そんな感じの差し障りのないことしか言わなくて、政府軍は反政府軍はクソだ、みたいな、イデオロギーを言わせないシナリオにしてて、視
視聴者さんが例えば自爆テロがありましたとか、捕虜がいましたとか、こういう思想のやつがいましたとかを見せる映画にしてて、その映像を見てどう思ったのかという結論の部分を視聴者さんに投げっぱなしにしているわけ。ふむふむ。例えば首吊り死体を見て主人公チームがやめてあげてよってシーンを作っちゃうと、視聴者さんたちはやめてあげてよの側になっちゃうわけ。だから、そういうことを一切させないために、ひたすら淡々と出来事を紹介するって映画にしているわけ。なるほどなのぜ。ここからややネタバレ？例えばこのシーンね、昔の映画だったらこのシーンで誰かが、なんで野蛮なの？ってなって対立すると思うだよね。ふむふむ。ところが、このシーンで、主人公チームはトロフィー的に、写真を撮るだけで終わらせるし、この釣られている奴らは犯罪者だって情報を与えるわけ。だから、まあ政府が機能していないこの状況だったらこうする以外ないわな、って思ったりするわけ。おお、よくできているのぜ。で、このシーンでも、敵対した奴らはガンガン殺すわけ。この内乱状態における情け容赦のない感じ、人道なんてもんは極限状態では、機能しないって部分の表現の仕方ね。あとはこのシーンで昔の映画だったら、絶対、こいつらは法のもと、裁判にかけるべきだ、リンチするなんて野蛮よ、って人権派ジャーナリストが言いそうなシーンなんだけど、ここも淡々と処理するし、勝ったチームが死体をトロフィーに酒盛りしたりするわけ。ものっそい人間が持っている自然な振る舞いをしてて、ベネだし、お邪魔キャラの人権派ジャーナリスト、も、出てこないから、ストレスフリーなわけ。うちらおまんじゅうは映画でいわゆる人権派ジャーナリストが、出てくると、そっと自したい気持ちを抑えられなくなるのぜ。さすが28日後なる、面白ゾンビ映画を作った監督って感じです。ここがガチでうちらおまんじゅうが感心するところで、なぜ内戦に発展したのか？というと、大抵は言論で決着できなかったから、じゃあ肉体コミュニケーションで白黒つけましょう。ってことになって分断して内戦になるわけ。で、言論で負けた側は、不服だから次のステージの、肉体コミュニケーションに行くわけ。これは負けた人間が、そういう気持ちを抑えられないのは是非もなしなのぜ。だけど、たった一秒差で負けたとしても、負けるが目をべらしたという気持ちで生きていくか、さっさとそいつと似たイデオロギーの国に出るって、ことをしなきゃなのぜ。そうそう、選挙で負ける、じゃあ不服だから、肉体コミュニケーションのステージにステップアップをするって、人間の行動原理は認識できるんだけど、結果、無関係な人間を含めて、大量の人的資源も含めた資源を浪費することになるし、ノンポリからしたらたまったもんじゃないわけ。そうやって一旦肉体コミュニケーションが発生した場合、敵対する人間は問答無用で殺害するのが礼儀で、なぜかというと生きていると、不服だからもう一回反逆できるドンってなるわけ。生きていると不服だからってチャブ台を返せるけど、ガメをべらしてたらチャブ台は返せないってことね。人間は可能性の足だから、イデオロギーで対立したら、どっちかを殺しきるしか社会を安定させる方法ってないんだよね。生かして牢獄に閉じ込めてても、いつかシャバに戻ったら、チャブ台を返そうと画策するからね。しょっぴょむっちょなのぜ。まあそんな感じで、この映画って、うちらおまんじゅうがアレルギー起こしちゃう、人権派ジャーナリスト、が出てこないってだけでも優勝だし、この淡々と現象、イベントを記録するっていう部分が、ジャーナリズムの真理だよねって、部分の表現の仕方がくっそ上手なわけ。人権派ジャーナリスト、というのはジャーナリストではないのぜ。そういうこと、ジャーナリストの仕事ってコメンテーターではないし、自分のイデオロギーを吐露することでもないわけ。イベントが発生している場所に行って、イベントを記録して、そのイベントに意図や思想が含まれていないか？を調べて、意図や思想がないように、コンテンツをクリーニングして、シェアするっていうのがジャーナリストの仕事なわけ。だから、人権派ジャーナリスト、のように、初めから意図や思想を持っている人間ってのは、ジャーナリストに向いていないんだよね。彼らは扇動家やプロパガンディストであって、ジャーナリストではないわけ。ここがこの映画が、ジャーナリズム入門みたいな映画に仕上がっている部分で、このチームジャーナリストは、ジャーナリズムの何なのか、を分かっているクロートであり人格者だから、見ててほとんど一切イラッとしないわけ。まあただ、ジャーナリスト目指すタイプの、テンプレって何か世界や事柄に対して憤りを持ってて、例えば自分が非モテなのは世界が悪い。定期通りから、いわゆるフェミニズムに目覚めたりね。ふむふむなのぜ。だからジャーナリストって、そもそも割とイデオロギー持ちが多いんだよね。そもそもイデオロギーがないと、ジャーナリズムっていう危険で発給な仕事なんか選ばないのぜ。そうそう、ここが割とジャーナリズムと、乖離している部分だっておまんじゅうは思うんだけど、イデオロギーを持ってるとどうしても、情報の取得の仕方だったり見せ方にスピニングって言って、回転が加わるわけ。でも出すべき情報は無回転の情報であり、
仮に取得した情報に回転がかかってたら、回転する要素を取り除いて、なるべく無回転になるようにして出すべきなのぜ。そういうこと。で、この映画は大抵の、ジャーナリストやメディアはスピニングをかけるし、既存のメディアやお抱えのいわゆるジャーナリストは、お金をくれる人に対して忖度してスピニングをかけるし、その行為が民主主義において分断を生む要素になっちゃうから、おまんま食うための致し方ない犠牲、コラテラルダメージなのぜ。分断って生まれるんだよね。メディアだけじゃなくて、SNS もお金くれる人間に忖度してサービスを最適化した結果、エコーチェンバー化して分断を加速させているので、両方とも原因は同じだけど、全部メディアが悪いってわけじゃないのぜ。悪いのは大抵の人間は自分の価値観を共感、忖度してくれる情報や人間を好む、っていう遺伝子設計に問題があります。で、この映画では、主人公チームはスピニングをかけないし、スピニングをしないように作ってあるわけ。例えばこのシーンね、ワシントン DC に行くの、フロントラインか、違うわ、ワシントン DC よ。ってシーンね、このたった5秒とかのシーンで、この主人公が極めて優秀なジャーナリストだと、不特定多数の視聴者さんに表現しているし、この黒人のおじさんが最前線ね、って、無意識にスピニング、偏見をかけた部分を主人公が訂正したのぜ。これがこの映画の語彙数ポイントです。次にキャストがお上手って部分ね。主人公のこのおばさんは、サムライミースパイダーマンでヒロインやってた人やん。って感じで、この人いい感じのおばさんになってからの方が、演技の幅が広がったなって感じで、この映画のハマり役って感じでべね。というよりこの主人公って、ほとんど一切感情を表に出さない演技をしているわけ。これがガチで語彙数でこの映画がガチで、ジャーナリズム入門って映画だって部分なんだけど、主人公のイデオロギーを封印して、記録者に徹しているわけ。で、この記録者に徹してますよって演技がクッソ上手なわけ。次が、主人公の同僚の男で、この人がガチで演技がお上手で低く、でこの映画からはわからなかったけど、クッソ面白いブラジル映画で、エリート・スクワットってガチでクッソおすすめの映画があるのですが、それの主役やってた人でした。この人がガチで演技がお上手で、ノーカントリー・フォー・オールドマンのハビエル・バルデム並みにお上手。演技が上手すぎて震えが止まらなかったのぜ。このキャラ、常に足でまといのベビーシッターするんだけど、ドンパチシーンでのシッターの演技がお上手すぎて、映画を見てるヘッズは注目して見てみると、小芝居上手いなこの人ってなります。ネイティブじゃないのに、英語がネイティブ並みに上手いっていう、この人ブラジル人かよ？ってわからないくらいアメリカ人っぽくなって、語彙数って感じです。ブラジルもジパングと同じくらい英語力がない国家なのぜ。では、ここからはこの映画のおまんじゅう的、ダメダメポイントを紹介します。この映画ってモラトリアムシーンがやや多くて、見るのがややしんどいんだけど、全体的にクソよくできた作品なわけ。ただ、ガチでウルトラハイパー超絶クソシーンがあって、それのせいで、ああもうめちゃくちゃだよ。で全てをぶっ壊すクソシーンがあって、ドボジでゴレイレだの。ここからはがっつりネタバレなので、ネタバレ上等で不満を吐露します。あくまで独断と偏見なのぜ。まずは、途中のラストの、ドンパチシーンに入る前のモラトリアムシーンです。この映画に感情は不要。こういう無駄シーンをどうしても入れたいなら、1分とかに圧縮する方が無難じゃないかなって感じで、何がダメってせっかくずっと、淡々と映像を撮るジャーナリズムに徹してたのに、このシーンで急に各キャラクターが自分の感情、イデオロギーを吐露し始めるわけ。で、ジャーナリズムって、ジャーナリストのイデオロギーって不要なわけ。イデオロギーは映像を見た、視聴者さんが決める行為だからなのぜ。そうそう、一応、職人に徹してましたけど、我々だって血の通った人間ですし、言いたいことはありますよっていう意図のシーンかもしれないけど、おまんじゅう的にはリズムが崩れるし、この炎の背景とか感情的になってくださいね。って感じで押し付けがましくていらない。でまあこれくらいだったら、この後のアクション映画よりも面白いドンパチシーンだったり、例えばこの KKK っぽいやつが、殺した人種が白人以外でした。って映像で見せるシーンとかお上手で、ハエお上手ってなっていいんだけど、ここからね、これすんなよ、これで全部台無しだよ。ってシーンがあって、このシーンね。え？ジパング邦画なのかな？スローがきっついでしょ？ここね、何イチャついてんのぜ？さっさと動くのぜ？何度やかを決めてんのぜ？先般ムーブかましておいて。そしてこの仁王立ちである。はい、気持ち悪い。きっとこの足でまといは主人公のこと嫌いだったから、計画通りしたのかな？長すぎるのぜ、きっついのぜ。握手しろよ。きっついでしょ？きつすぎてあんこがデロデロしたのぜ。まずね、お前これの前にささっと避けてただろ？なんでここだけ急に、ク
クソマヌケムーブかますんだよ。意図バレバレだからなってネタで。さらにここ、この主人公は歴戦の猛者って設定なの。なのにもかかわらず何棒立ちしてんの？バカなの？死ぬの？これはひょっとしてギャグでやってるのぜ。いやね、このシーンで、正直今までの良かったところが全部台無しになるクソムーブで、一応、伏線があって、足でまといで、初めのこのシーンで自分はジャーナリストですらなかったです。でも最後は成長して、ジャーナリストになれました。って表現したかったからこういう演出にしてんだけど、まさなお演出の仕方が、ゴミ、足でまといはシャッターチャンスに頭がパーン、して写真を撮れなかったって後悔している伏線があって、この後も、自分が、ガメをベラする瞬間にシャッター切れる？ってフラグ立ててるのぜ。なのでこのイベントは来るだろうなって、予測できるんだけど、見せ方がクソ、しなくていいことだったり、しちゃいけないことを、演出のために無理やりさせる行為で、実写、進撃の巨人だったり、実写宇宙戦艦ヤマトで、散々、上映が批評の人にダメ出しされている部分で、シナリオを書く上で、たとえそれがどんなにシナリオライターが表現したいことだとしても、しなくていいこと、しちゃいけないことってのは、させちゃダメなわけ。それを見た時に視聴者さんは一気にしらけちゃうからね。よくある日本の方がって、これをしまくるからどんな映画もみんなコメディになるのぜ。おまんじゅう的には、この映画はこのシーンで、全部台無しになったと思う本当に残念でならないシーンで、どうしても入れたいなら、最後にジャッキーチェンの映画の、NG シーン見たく入れておけよって感じです。たった一回、ほんのちょっとの些細なことで評価がひっくり返っちゃうのぜ。それくらいこのシーンはひどすぎるのぜ。この状況で人間は、不用意に車線の真ん中に飛び出さないし、カバウ側もすぐに覆いかぶさるように飛びかかるか、蹴り飛ばすでしょ？なのに棒立ちとか、撃ってくださいと言わんばかりの不自然ムーブとか、一気にコメディ化しちゃうわけ。まああとカメラマンを誤射しちゃうかもしれないけど、シークレットサービスって多分、誤射しないように、的当ての練習たくさんしてると思うんだよね。だからこのシーンは極めて不自然で、リアリティを著しく損なう行為だから、見てる側の没入感をぶっ飛ばすわけ。ここで感動的にさせて、足でまといのペイペイが、最後ピューリッツァ賞を取る伝説の一枚を取りました。でオチにしたいからこれをやったんだと思うけど、主人公を殺すならもっとスマートに殺せ、爆発に巻き込まれてガメをベラするとかね。で、主人公を殺さなくても、例えばなんかで負傷させて、負傷した主人公を置いてけぼりにして、大統領室に向かう足でまといとか、別の演出でも言いたいことは伝わるだろ？って感じね。何よりも、この映画って、感動とか感情って不必要なわけ。映像を作る上で徹底してそういった要素を排除して職人に徹して作ってたのに、急に最後にチープなメロドラマ要素をぶち込んできて、ここまでうまく運んできたのに、最後で全部ダメにしたわ。って悲しい気持ちにさせる演出です。どんなに全体的に良い作品でも、たった一個で全部台無しになるから、手を抜くなっていう良い反面教師のような映画でした。という感じです。まああくまでもうちらおまんじゅうの独断と偏見なのぜ。でうじうじ愚痴ってても良くないので、最後に面白いエピソードを一つ、この映画の撮影で一番苦労したシーンがあって、それがこのガソスタのシーンらしいです。どういうことなのぜ。この映画ってかなりカツカツの予算で、頑張って作った映画で、このシーンを撮るのに、スタッフが足りなすぎて、普通に一般人がガソスタ使おうって、撮影現場に入ってきちゃったみたいで、車止めを10分間だけお願いして、頑張って10分で映像を撮った。エピソードが面白かったです。じゃ最後におすすめ度を発表します。おすすめ度は星5つ中星3、最後のオチでマイナス1で星3って感じですね。最後綺麗に終わらせていれば星4の名作だったのぜ。オチはダメダメでしたが、それ以外は高水準でしたし、何よりも左翼イデオロギーの入っていないジャーナリズム映画を初めて見たって感じの映画で、とても良かったです。分断というのはどうやって生まれるのかってのがよく書けているし、この映画見て、分断すると向こうの市民が犠牲になるけど、その分断を生み出す原動力を作ったのは、向こうの市民なんだよなって感じで、割と物思いにふけました。ジパングの軍国主義も、ジャーマンのナチスも、大衆が民主的な選挙で選んだのぜ。大統領制だとポピュリズムしないと勝てないから、分断が生まれる。で議会民主主義だと変化できないから停滞し貧困化する。独裁国家だと水槽の水の入れ替えが、起こらないから汚職と腐敗まみれになる。って言った具合に、どれもこれもみんな全部ダメダメだなって感じで、それをこの映画を見てて思いました。まる。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。